皆さんこんにちは、原田博之です。原田博之の語り引きライブアンコール気分、新曲を発表します。あの子とその子。が違うように、あの子とその子だって違う。同じだとホッとするより、違うことでワクワクしよう。自分にはできないこと、できる人がいることを大切にしてゆければ、違うこと好きになれる。そんな風に自由に生きられるならいいよね。誰だって好きな自分を選べるといいよね、なんて思いながら、また歌う歌うよ。君と僕が違うように、あの子とその子だって違う。それぞれに好きなことを胸を張って始めよう。新しいことはいつも何か変えてしまうけど、新しくなれたことを喜べば嬉しくなる。そんな風に自由に生きられるならいいよね。誰だって好きな自分を選べるといいよね、なんて思いながら、また歌う歌うよ、また歌う歌うよ、また歌う歌うよ。朝に飲む一杯目のコーヒー、まだ追いついていない。体に流し込んで一日を始める。タバコはやめたけど音楽はやめなかった。煙とリズムとコーヒーの香りで、その日の気分が決まった。あの頃、あの頃、時間を見つけてカフェベルディ、仕事終えてリセットして、また次の待ち合わせに向かう。うまくいかないこともある。でも音楽があって、アイデアに伝えたい思いを乗せて、そうやって過ごすよ毎日。毎日トゥルトゥ
ルルトゥトゥルトゥルトゥ。今日の終わり君と飲むコーヒー、そしてほっと一息一杯分の幸せを歌おう。先日行ったライブ、カフェベルディという場所だったんですけど、そのカフェベルディのことを少し思いながら作ったコーヒーという曲でした。また見つけてきます。おまけのコーナーになりました。サウンドロゴの中でもショート、まあこれの方がサウンドロゴらしいんですけど、ショートっていうのはですね、ラジオパラダイス去年なんか、スポンサーになってもらった方にほんまにもうそのたった一言にメロディをつけるっていうね。心と言葉の講座、心と言葉の講座という講座をやっておられる方の、ショートサウンドロゴでございました。こんなんもありました。